遥か南西海琉球国のさらに彼方にあると言われている極楽浄土神仙郷、その島にあると言われている不老不死の仙薬を求めて、ご公儀は調査に資材人の派遣を決定する。まとめてかかってこいで、なめんな。おるよ、タオには属性があり、相性が。属性が火のわしにとって、属性が水のぬるがいの攻撃は致命傷になり得る。研究ってのはあれか、人間を炭ってのにしまうことか。俺を使って研究して、島にいる人間すべて戦薬にするつもりか。いいや、違う。本土の人間すべてだ。何？そのための準備は整っている。あとは完璧な炭だけ。主言たちかもしれない。控えの浅右衛門だ。その主言ってやつは味方になるか。ええ、きっと。山田家でも一番の腕、実戦剣術も一流です。主言ならきっとタオも認識できているはず。刀には真実が映る。お前は山田家に集う家族の一員だ。鈍っちゃいねえようだな、トーマ。馬鹿にしてます。三つ編みを解いたら嘘、初歩の合図でしょ。そうじゃねえ、動きの話だ。むしろ良くなった。一層男前になったじゃねえか。また私のターンを利用するつもりか。ならば逆に弱めて。見事な体術、見事な連携です。あなたたちとならきっとタオのさらなる高みに到達できる最高の相手ですが、遊んでいる暇はない。本気切り準備できたぞ、ガキども。ゆずりゃ、盾を壊せ。無理でしょう。これ以上タオを使えば死にます。何、どうだ。彼女には命を落とす覚悟はない。そうね、死んだら元も子もない。タオファの探偵は右下。でもあんた生かしとくってのも犬の方角。それして死んじゃうと思うんだよね。本土の人間すべてトーマをこれにするつもりか。それだ。これまで弟子の人間はあまた見たが、どれとも違う青のうねり、美しい。心配するな、あくまで研究。お前は再生能力を得ているだろう。今度ははっきりと噛んじゃるぞ。はい、それ。あれ。はい、よいしょ。待て、はい、ドーン。減らすほどよく見える。やっぱあんた最高の女だな。あの時長兵衛が花のタオに飲み込まれなかったのは、自分以外の誰かのために死ねないと覚悟していたからだ。他の何を失っても生きるという強い意志。